はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、新選手来ましたね。プライオリティにコミットするレフティスピードスター登場ということで、剣南鉄やってまいりましたよという感じですね。名誉返上の守備。なるほど、はい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 。星2が独特な語彙力、そして星3が名誉返上の守備ということで、エビデンス不要の加速力、剣山鉄、登場しましたね。専用のスキルはマイディフェンスと、星2はエグいクロスと。なるほどなるほど。まあ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 、基本的には、スピードがね高いですよという感じですね。あ、でもなんかちょっとステータスの合計が高めか？いや、あ、いや、気持ち高いな。気持ち高くない？ 900、なんか平均で900、あー、でもそうでもないな。そっか、賢さだけ、そうか、賢さ低いな。なるほど。ね、そうね、907、960、900、あー、でも、そっか、まあ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 。こんなもんですね。はい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 。で、専用スキルマイディフェンスが、スキル発動時のシュートブロックに限り、シュートブロック、発動率&シュートを弾く確率が上がる。さらに一定期間自分の、自身のスピードも上がるよと、シュートブロック未発動も、発動数には含むよ。一回しか発動しないよという感じですね。なるほどな。これはね、むしろね、育成の本体として使うよりは、あれだな、サポートで使った時のキースキルの方が気になるな。これ、そっち何なんだろう。そこはちょっとここのページには書いてないっすね。でも、書いてないよな。書いてないね。なるほどねと。そして、そうか、剣山鉄登場パックがあったり、選手ガチャ、こちらにね、多分レオが入ったのかなという感じですかね。はい、ちょっとガチャの方見てみましょうか。お、新選手が、ガチャに登場ということでね。はい。そうだな。あ、っていうか11連が初回無料だ。で、こっちに、あ、そうだね、レオが入ったね。で、ダブルピックアップではなくなってると。へぇ、そうなるんだ。なるほど、なるほど。さて、無料で11連引かせてくれるなら早速引いていきたいところではあるんですが、ちょっと待ってね。もうすでにレベル100いたりしないだろうな。ちょっと待って。お目が高いですね。さすがにまだいないか。さすがにまだいないね、3時。なるほど。となると、まあ、ちょっとね、詳しい、サポートとしてのね、ステータス見るのは後でかなと思いますが、まあ、ただ一応ね、どこで見ればいいかな。ガチャの方で見るか、でもね、まあ、レベルカンストした状態では見れないんだけど、ガチャで見るか、まあ、名鑑じゃないな。どこだっけ。こっちか、一覧開放。ここでね、見れるから、ちょっと見てみようか。はい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 。60で増えるのはイベントステータスアップだから、そうね、別に60まで上げることもないか。80まで上げるほどは引けないなと思ってたんだけど、一応斬鉄に関してはガチャ来る前にね、思ってたイメージとしては、まあ無料があれば引くけど、スルーか本体だけ確保か60やめか、これをちょっと能力見て決めようかなと思ってたんですが、あ、でも練習試合ボーナスあるのいいね。なるほどなるほど。あ、で本体の成長率としてはスピード30のフィジカル22か。なるほどね。筋練習がシャトルランで、身軽と、俊敏ですね。これね、どうなんだろう、むしろちぎりを育てやすくなったっていう意味では、やっぱ一体は欲しいんだよね。
ちなみに星にこんな感じか。はいはいはい、なるほどね。とそうだね、とりあえず本体確保だけでいいかな。この感じだとイベントステータスアップは無理に、つけなくてもというか、まあ50でね1体確保しとけばとりあえずいいかなって感じですね。このね60でつく能力が強かったら、まあ60まで上げたいから3体目指そうかとかっていう話も出てくるんだけど、この感じで言うととりあえず本体だけ持っとけばいいかなとか思いましたね。はい、とか言ってる間にね5、6分経っていいぜいるぞとかならないかな。さすがにならない、さすがにそこまで早くないか。はい、ということであれば、まあ、今回はねとりあえず無料分だけ引いてみましょうか。これでね1体確保できたら、まあそれで今回のはいいかなと思っていて、ジェムはね残り3月1日のやつに回そうかなという感じですね。まああとはスペシャルサポートが終わってしまうね24日にも何か来る可能性はあるので、まあ24日や、3月1日に備えたいかなと、思いますね。そんなとこかな。よし、じゃあ無料11年行きましょう。行け。さあどうよ。お、国神だね。バローラン流は消えたが、潔よりは可能性があるという感じだね。さあ、頼むぞ、国神。はい、ボールの色が変わる。オッケー。これでぶち抜けば、おし、これは来たんじゃない？オッケーオッケー、金玉3つ、1個目はちょっと外れ。さあ、ここ座右の銘は、おー、セクシーフットボール、セクシーフットボール。うわよ、その銘は、疑ってんのか？ライチね、無凸なんだよね、まだ。これで55になったね。そうですか、そうですか。にゃー、マジか。あ、スーパーチャンス来た。あー、これね、斬鉄引けてたら撤収のつもりだったんだけど、スーパーチャンスか。でね、ちなみにね、今のライチを引いたことによって55で止まってるキャラがね増えたんだよね。これね、すり抜けでも当たりが増えたっていう考えもできるので、俺の背中を見とけよ、ザコども。これね、ライチ55来るじゃん、悪くねえ気分だ。悪くねえ気分なんだよ、確かに。これで、斬鉄ね、無凸本体欲しいっていうのに加えて、まあ、ストライカー、イサギ、ライチ、ガガマル、チギリ、バロ、そしてレオかな。彼らが、まだね、あ、まだっていうか、55で止まってるので、まあ、60になるとね、でかいから、すり抜けだとしても、あれ、なんで無料の表示がまだ残ってんだ。あれ、こっちなんで、あー、そっか、ダブルピックアップが終わって普通のピックアップになったってことか。はい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 、あ、これどうしよう、ちょっと一緒に引いちゃおっか。いやね、最近ね、無料単発に関しては、無料単発に関してはねショートで引いてるんですが、まあ、今回のこれはちょっと引いちゃおっか。さあ、おっと、単発国神。あー、でもね、これね、もし星さん出るんだったらショートで収めたかったなー。あー、でも大丈夫だ、金玉にならない。え、これはダメっぽいっすね。はいはい、まあそれはいいんですが、スーパーチャンスですね、本体引けてないしレベル55が増えたので、すり抜けの当たりもね増えたっていう風に考えると、あー、ちょっと追ってもいいかな、スーパーチャンス。本体確保だけはね、やっぱしときたいからね。ってことで、まあちょっと追いかけましょうか。これで引けたらベストだけどね。さあ、どうだ、潔。頼む、バロー、バロー乱入。しない。
まあでもね、イサギもね、やってくれる時はあるから、ここで変わらん。あ、でもなんか読み込みがあるってことは、星2の暫定。はい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 。まあ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 。そんなもんか。スーパーチャンス継続ですね。もう一回行きましょう。さあどうよ。またイサギか。さあ、ただここで弾が光るかどうか。光らない。まずい。読み込みもないね。金玉3つだけど、この演出だとね、多分来ないよね。星さんは外してんな。スーパーチャンスは継続。うーわ、どうしようこれ。いやね、ちょっとね、取っときたい気持ちもあるんだよな、これ。どうすっかな。でもね、キャラだけでも確保したいっていうところがね、でかいんだよね。どうしようこれ、本当に。迷うな。ちょっと待って、もう一つの指標としてはここなんだよね。あー、29。40まで上げるには1300必要。これはまあ遠いね、ちょっと。ちなみに、王様20は、あ、いけるのか。530で20いけるのか。あ、ちょっと待って。撤収して、王様も20にして、SSR3 枚編成っていうのも、ありだけど、ちょ、40まで上げたい気もするんだよな。ちなみに逆転50にはできないもんね。練習試合ボーナスが 24% まで来るのはでかいと思うんだが、あーでも 1% か。50まで上げても 1% なのか。あー、なるほどね。だとしたら、怪物40遠いな。800か。あー、練習ボーナスつくのでかいね。今は一応原石どもを使ってるんだけど、まあ練習 J ボーナス 20% がでかいからね。練習試合ボーナス 20%、 練習ボーナス 5.5%。 うん、やっぱり、とりあえずは、原石ども80の方がいいかな。仮にね、ピッチの王様40まで上げられるとどうなんだろう。スタミナアップがつくわけだけど、まあそれ以上にね、練習ボーナスが 6.5% か。まあただ必要なボールも、1800だから、あ、だったら、まあ、怪物でスキルレベルアップ、スキルレベルアップつける方がいい、優先か。どっちにしろメモリーボールを基準に、撤収するかどうかっていう判断をするような状況ではなさそうだね。だから、これは純粋に斬鉄取っとく。いや、でもね、斬鉄が欲しいっていうよりはね、強いちぎり作るにはやっぱり、いた方がいいかなっていうとこだよね。まあ、あとはあれか、練習試合ボーナスで編成を組むとしたら、ありなのかなーっていうね。いや、でも2回空振ってんだよなー。あー、どうしよう。ずるずる行きたくないんだが、いや、でもね、3月1日だけじゃなくてね、24日のこともあるから、どうすっかな、本当に。うわー、無料のライチンとこで引いときたかった。あー、もう一回だけ行こう。行きます、頼む。これで決めて。いやー、イサギ乱入あるかなー。いけ、乱入はない。さあ、ただここで金玉なればイサギでも、うわー、ダメかー。おー、金玉の塊、こんなに、
こんなに輝いてるのに星さんがない。マジかよー。ないよねー。はい。うわ、スーパーチャンス終わった。マジかー。いや、でもこれはね、ちょっとさすがに撤収だわ。残鉄ね、引いておきたかったとは思うんだけど、ちょっとこれ以上深追いするのは危険かなという感じですね。怪物32。でも怪物32だったら先に逆転50まで上げちゃうっていうのもありなんだよな。あ、でも練習試合ボーナスが全然増えないね、レベル上げても。50になるまでは 23% のままなのか。うん、だったらちょっと後回しだな、やっぱり。あー、ちょっとバチラも40になるまでは大きく変わらないね、育成の性能としては。いや、だったらバローか、バロー20か優先は。いや、でも微妙なとこだなこれ。金スキル拾える可能性を加味しても、やっぱ練習 J ボーナス20の恩恵の方がまだでかいと思うんだよな。初期の賢さ181もバカにならないし。で、だとしたらバローにボール突っ込んじゃうよりも、今後ね、怪物がね、もう一枚被ったりしたらね、60目指すとか考えるかもしれないから、メモリーボールの状態で取っといた方がいいな、これは。そうだね。うわー、だとしたらちょっと今回のガチャはライチ以外収穫なかったね。いや、厳しい。それは厳しいな。そうですか。いいぜ、トレーニングだな。なるほどね。って言ってる間に残鉄いるしってなるかなと思ったけど、ならなかったね。はい、というわけで、まあ、今回はね、とりあえずここまでにしておこうかなと思います。まあね、ちょっとやっぱ新キャラ出たらね、ゲットしたかったところもあるんだけど、まあ無料分含めてね、ちょっと拾えなかったので、一旦、ここまでかな。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。